ウスター大聖堂のオルガン。オルガンソナタはこのパイプオルガンを念頭に置いて書かれた。オルガンソナタ第1番と長長をパス。28はエドワード・エルガーが作曲したオルガンのためのソナタ。1895年7月8日、ウスター大聖堂にアメリカからオルガニストの一団が訪問することになっていた。そこで大聖堂のオルガニストであったヒューブレアはエルガーに 新作の依頼を行った。父がオルガニストだったことも手伝って幼少期からこの楽器に親しみ、自らもオルガニストとして演奏することがあった。エルガーの来歴を考慮すると、彼がオルガンの特性をよく理解していたことには疑いの余地がない。3つのバイエルン部局オッパス27を完成したエルガーは、このそなたに取り掛かることになった。 着手から2ヶ月余りの時間があったものの作曲ははかどらず、最後の1週間に大急ぎで仕上げられて楽譜がようやくブレアに手渡されたのは7月3日のことだった。ブレアが曲の予習に避ける時間はわずかしか残されておらず、予定通り7月8日に行われた初演は悲惨な結果となった。初演を聞いていたローザ・バーリーは哀れなエルガーの作品をひどく、 台無しにしてしまった彼の演奏からは、彼が曲を勉強していないか、もしくは浅はかな気持ちで行事に臨んでいたかのどちらかで、あることがわかる。と書き残している。楽譜は、ブライトコプフーンとヘルテル社から出版された。エルガーの死から10年経った1940年代、ブライトコプフ社から曲に関する権利を取得した、ブリティッシュコンチネンタルミュージックエイジェス社は、 曲の還元楽編曲を移植することを決定した。作曲者の娘と指揮者のエイドリアン・ボールトに相談した結果、この仕事はゴードン・ジェイコブに委託されることになり、完成されたオーケストラ版は1947年6月4日にボールトの指揮で初演された。この編曲はその後数十年にわたって帰り見られることはなかったが、1988年にバーノン・ハンドリーが ロイヤル・リバップ・ールフィル・ハーモニー還元楽団と録音して復活させた。この録音の触れ込みには、ジェイコブの思いやりに満ちた編曲により、この版は、エルガーの公共曲第0番と言えようとあったものの、アンソニー・ペインが個室完成した公共曲第3番に比べると、その後の録音に恵まれているとは言い難い。2007年には、リチャード・ヒコックスと BBC ウェールズ公共楽団も、 この版の録音を行っている。還元楽編曲としては他にも、ジョン・モリソンが、ジェイコブ編曲の存在を知らずに制作した版が、存在する。曲は、エルガーの擁護者だったチャールズ・スイナートン・ヒープへと、検定されている。アイバー・アートキンスは1930年に、ブラスバンド大会の課題曲として作曲された、セバー・アンクミ曲を編曲し、オルガン・ソナタ第2版とした。 26から30分4学章制である。当初の構想では、第2学章と第3学章は逆の順番となっていた。アレグロマイストーソさん4拍子と長々ソナタ形式。助走はなく、第一主題の提示に開始する。この主題とカンタータ、黒騎士の開始主題には類似性が指摘されており、また、ヘンデルのオラトリをメサヤと関連するという指摘もある。 フレー1経過主題を挟んで表紙を9、8拍子に移すと第2主題が出される。フレー2展開部では3、4拍子に戻り、まずフレー1と経過主題が組み合わされて、対法的に展開される。途端調で新しい素材も出されるが、間もなく再現部となり、第1主題、経過主題、第2主題が再現される。最後は力強いコーダを経て、 第一主題の響きの中に堂々と楽章を終える。アレグレット4、8拍子と単調3部形式の感想曲であり、全曲中で最初に完成された楽章静かに降りてくる高音の装飾的な音景に続き、短いフレーズからなる主題が現れる。この主題は、楽章が進むに従って、全容を表していく。フレー3、再び落ち着くと2倍の速度となり中間部に、 入る。波長長の中間部では中西部にフレー4の主題が歌われる。フレー4、フレー3が再び現れた後、しばし歌われるという姉に収まっていき、アタッカで次の楽章へと連結される。アンダンティーノエスプレッシーボに4拍子変路長長、後年のバイオリン競奏曲や公共曲の感情楽章を予感させる美しい音楽が聴かれる。 この学章の主要主題はエルガーが書き溜めていたスケッチブックの素材から取られている。変度強調を導くに小節の導入に続いて息の長い旋律が歌われる。フレー語 a 強調へと移されるとフレー6に示す旋律が静かに奏でられる。フレー6フレー6はそのまま熱を帯びていき、ホルテッシモのクライマックスを形成する。その後、静けさを取り戻して、 フレー語とフレー録画ともに変路長調で再現され、最後は両主題を組み合わせたコーダとなり静かに終わりを迎える。なお、エルガーの初期構造にはフレー語によるクライマックスを含む16小説が含まれていたが、これは完成校からは削除されている。プレストに4拍子と単調そなた形式。音楽評論家のマイケル・ケネディは、 この楽章の演奏を成功させるためにはオルガニストに強靭な精神量と体力が必要であると考えた。楽章はせわしない主題で開始する。フレー7対照的に第2主題は軽やかな歩みを見せる。フレー8このまま大きく盛り上がりを築き静けさを取り戻すと展開部となる。展開部の開始を告げるのは第3楽章の主題であるフレー5である。展開部では フレー7のリズムなどが扱われるが、落ち着いたまま進行して、再現部となる。都端長のフレー7、都長長となったフレー8が順次再現されて、興奮の度増していくと、高らかにそうされるフレー9が、コーダの開始を告げる。フレー9も、やはりフレー5を拡大したものである。フレー9、フレー7、フレー8を盛り込んだ2ページのコーを一気に駆け抜けると、 朗々と響き渡る尊の中に全曲の幕を下ろす注釈出典。ありがとうございます。